お元気様です。クルミジシスの平です。本日はですね、上にも書いてるように、まあ、西南副大に合格できなかったというと、浪人するっちゅう子が、まあ、圧倒的多数ですよね、ということですね。はい、これはちょっと押さえておいてくださいと。いや、大したことないですよと。西南副大ぐらい当然合格するでしょうってみんな思ってたりするんですけども、これが意外に受からないんですよと。なぜならば、偏差値がね、高1高2、特に、高1高2制、まあ、要するに新高2制、新高3制、今ね、高い偏差値で生活していると思いますけども、はい、新高3になったとき、高校3年生になったとき、偏差値が15ぐらいボーンと下がったりします。はい、これを知らないから、なんだと、ね、高1高2の段階では、まあ、偏差値70代とか80代とかポンポン出てるから、まあ、偏差値60代とかね、偏差値50代とか、そんな西南副大に合格できないはずないよと、高をくくってるかもしれないけど、15ぐらい偏差値がゴンと落ちます。高3になるとですね。うん、これなんでかというあたりもちょっと押さえておきましょう。はい、それから2番目、高校の校則ですね。まあ、この前なんかニュースで取り上げてありましたね。ポニーテールが学校で校則で禁止だとか、まあ、何なんだその校則っていうのはとね。まあ、定額とか退学とか、まあ、新高一制とかがたくさん来てますんで、まあ、その辺の、まあ、どういうものなのかと、高校はですね、まあ、私が高校の教師をやっていたとき、私が高校の教師を2年間やっていたときには生活指導部でしたので、ね、もうこの筑後地区でも一番底辺の高校で、生活指導部でしたから、めちゃめちゃそこら辺の、校則が詳しいですので、はい。まあ、ということでですね、まあ、そこら辺ちょっと解説していきたいと思います。まあ、当時はすごかったですね。私が働いていた高校じゃないんだけども、確か久留米新愛がそうだったんじゃないかな。久留米新愛がカラオケボックス行ったら即退学とかですね。めちゃくちゃな時代でした、あの時は。なんちゃつけば中ですね。さあ、いくらなんでもひどいだろうっていうですね。なんでカラオケ行っただけで退学なのというあたりもですね、まあ、知りたいという人もいるでしょうから、ちょっと解説していきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、毎年毎年うちに附設中学校の生徒ですね、附設高校の生徒じゃなくて附設中学校の生徒が毎年毎年来るんですよ。ちょっと来て、みたいな感じですね。で、その前にも解説しましたけども、まあ、なんだ、開成高校かなんかの、開成中学校かなんかの問題集使ってたりしてですね、大変だったりするんですけれども、はい、まあ、今年も来てますけどですね、まあ、右折中学校の子たちを、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、右折中学校の1年生の子がですね、数学の質問を持ってくるんですけど、高校1年生の数学の内容なんですよ。2次関数の平行移動とかですね、それ高1の内容やんけど、高校1年生の内容を中学校1年生がやってたりするんですよ。それは医学部通るだろうなと思うんですけど、そんだけやってもやっぱり不設の生徒でも医学部に通らないっていうのはありますから、はい、中学校1年生の段階で高校1年生の内容を勉強する、まあ、これが、まあ、不設中学校の常識ですよな、はい、そのレベルでやらないと、ね、3年ぐらい先を勉強しておかないと医学部受験には間に合いませんよっていうことですね。はい、ということで今日の内容入っていきましょう。さあ、まずは西南副大ですね。はい、これがみんな楽勝だと思っているのは、高校1年生や高校2年生の時って真剣模試の偏差値とか偏差値70代とか偏差値80代で簡単にポンポン出るじゃないですか。だから私も高校2年生の頃とかですね、偏差値70代とか数学で出るわけですよ。なんだ福岡大学偏差値58じゃねえか、楽勝楽勝とかいうふうにですね思っていたわけですよ。そしたら高校3年生になると、この数学の偏差値70代がいきなり58まで落ちてですね、58で固定されちゃうわけですよ。で、60にいかんわけですね。60代にいけないわけですよ。もう60のところで壁がこうなって、もう58でもう頭打ち、もう60を超えきらんわけですね。なんじゃこれはっていうふうに思うわけですよ。はい、これは今ね、舐めてかかっている子たちは気をつけておいてください。偏差値が15ぐらい落ちますよっていうことですね。これなんでかっていうと、中高一貫の子たちっていうのは皆さんとね、中高一貫じゃない子たちと同じテストを受けてませんね。1学年先のテストを受けてますから、中高一貫の子たちっていうのは今までは受けてないわけですよ、同じテストをね。だから中高一貫の子たちが3年生になってやっと初めて一緒の試験を受けるようになるわけです。
が一つで、もう一つは浪人生。浪人生は当然高校1年生や高校2年生の模試を受けることってありませんからね、浪人生は。でその浪人生たちが高校3年生の進研模試とかにガーンって集まり始めるわけですよ。となると突然平均点がガッと下がるわけですね。だから平均点が下がると今まで通りの点数を取ってても当然偏差値は下がるわけですよ。いいですか。偏差値というのは平均点に合わせて動くようになってますので、ね、あの平均点が下がるじゃねえ、平均点が上がるか、平均点がガーンと上がるので、今までは、ね、高校1年生高校2年生もうそういう、ね、あの簡単な、ね、生徒たちばっかりで試験のやってるもんですからね、灘とか海星とか、ね、布施とかラサールの子たちとか絶対参加しないわけですよ、そこには。だからそういう子たち抜きで試験を受けてるから楽勝だったわけで、これね、あの高1高2の時に偏差値が70代とか偏差値80代とか何にもならんですから、そんなもんは全く意味のない偏差値ですからね、そういうのは。だからそういうのを向けて高1高2の時に偏差値70代偏差値80代いやー楽勝楽勝とかにやってる子たちがもう西南副大すら受からんということです。で進学校の生徒っていうのはほとんどね、あのうちに来てるような子たちとか今まで30年間見てきましたけれども、ほとんどの進学校の生徒たちっていうのは西南副大、まあ西南はそうでもないけどね、少なくとも福岡大学に落ちたらもう浪人しますって言いますよね、うん、そういう子たちが多いんですよ。だからそういうことは考えなくていいんですけどね。だから私の教え子とかですね、最近ここで久留米実習室に来ていた子でどうしてもちょっと福岡大学に受からなかったっていう久留米高校の生徒いたんですけれども、その子は福岡大学落ちて久留米大学の方に行って、久留米大学から学校の教員になって今すぐ近くの公立中学校で教員やってますよ、うん。だから先生になるのに別にどこの大学でだって一緒じゃないというふうに思うわけですよ。別に私は福岡大学行って学校の教師になったけれども、別にその久留米大学でもどこでもいいじゃないですか、教師になるには。でもう、ね、この前も紹介したけど、その 九州大学の医学部に入りたくてもう10年ぐらい浪人してる不設の子の話ですね。こういう浪人生がいて、親はもうあの病院経営してるからもう久留米大学でもいいっていうふうに言うんだけども、久留米大学の医学部嫌だとね、久留米大学嫌だみたいな感じでですね、もう九州大学じゃないと嫌だみたいな感じでやってるんだけど、別に医者になるなら九州大学でも久留米大学でもどこでもいいやんけっていうようなことなんですよね。だから医者になりたいのか学校の教師になりたいのかね、医者や学校の教師になるのにどこの関係ないやんねということなんですけどね、はい。だからもうなんかファッション感覚の子たちはそうやっていつまでもいつまでも浪人続けてしまうというかね、うまくいきませんから、そこは気をつけましょうということで後半戦に入っていきます。はい、後半戦は高校の校則ですね。はい、これに関してなんですけれども、さっき言ったそのカラオケボックスなんでダメなんですっていうようなことをよく聞かれるんですけども、カラオケボックスっていうのはお酒が出るんですよね、あそこは。あのアルコールが出ますから、まあ、居酒屋に行ってることと同じように扱われます。だから、まあ、さっきのその退学はちょっとあれですけどね、あの私が高校の教師になったのはもう平成の2年か平成の3年ぐらいでしたので、まだ昭和っていう感じだったんですよ。で昭和の時代何だったかっていうと、生徒を一人でも多く退学させる高校が素晴らしい高校と言われてたんですね、はい。だからもう本当にですね、学校の中で刃物を振り回したりするような子たちとかがいるのは昭和の時代でしたから、そういう子たちをそのまま退学させないで学校に通わせ続けるっていうことは、そういう学校を評価できますか？できないでしょ。学校の中で刃物を振り回しているような生徒はさっさと退学させた方が、ね、みんな安心して高校に通えるやんっていう風になってたわけですよ。だからまあ当時はですね、一人でも多く生徒を退学させるような高校が素晴らしい高校ということで、まあその久留米市内の場合、そのカラオケボックスに行ったらもう即退学というのがあってですね、まあ警察と一緒になってこう歩道競技会とかでね、一緒にこうあのカラオケボックスかなんとか見て回ったりしていた時なんかに、久留米市内の先生がですね、生徒を引っ張り出してあのギャーギャー言ってたから、あれ何やってんですかって言ったら、いや久留米市内はね、カラオケボックス行ったら退学なんよって言ってから他の高校の先生に聞いて、それはちょっといくらんでもやりすぎでしょみたいな感じでですね、一回それで、1999年か2000年ぐらいに熊本親愛だったかな、熊本親愛がなんかこう手荷物検査かなんかをやって、それが裁判沙汰になって、そ
その辺ぐらいからだんだんこう変わってきたんですよ。もう退学はしないようにしようみたいな感じですね。あんまりにも学校側が、あまりにもひどすぎると、ね、そういうような学校側の、その退学っちゅうのはひどすぎるっちゅうことで、もう人権侵害だっちゅうことで、その退学っちゅうのは基本的に学校では今やらせないようになっています。だから今はもう定額が主ですね。はい、定額処分っていうのが主です。だからですね、ちょっと私が高校の教師だった時にクラス担任やってて、それでちょっと困ったんですけどですね、ちょっとクラス、私が担任していたクラスの子でいじめにあってる子がいるですね。このいじめにあってる子がいたので、ちょっと私がちゃんと守ってあげてないっていうようなことで、まあ親からもクレームの電話がかかってきてたんですけどですね、その子がそのコンビニバイトしたいということでですね、バイトの申請を私の方に出してきたわけですよ。でそれで生活指導部の方にも許可を得るために出したら、ダメって言われるわけですよ。なんでですかって言ったら、そのこのコンビニではアルコールが出るとね、アルコールの販売が行われているから、このコンビニでのバイトはダメだってな感じで言われてですね、ああもうこれでまた親御さんカンカンで、うちの子をいじめられるのね、もうとにかくそのうちの子に対してひどいことばっかりする担任だみたいな感じで文句言われてですね、いやそうじゃなくてと、でもその生徒指導部長、生活指導部の部長にもですね、私も結構食ってかかったもんですがですね、生活指導部長の方から感情的になるなとか言って怒られた覚えがありますけどですね、はい、そういうようなことでですね、もう本当にそのアルコールが関係するのはもう本当にアウトですので、気をつけておいてくださいねということですね。まあ、もちろんタバコもそうですけどね、うん、で、ちょっともう時間をオーバーしてるからもう簡単に言っときますけれども、校則、学校の校則っていうのは、これはですね、別に学校がやりたくてやってるわけじゃないんですよ。周りの保護者の人たちからですね、周りの保護者っていうか、もうその地域の方からこういうふうにした方がいいっていうことで、ガン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 学校は言われてるわけなんですよね。だからそのなんだポニーテールがダメとかいうふうに言ってた学校なんかも、その地域社会ですね、その高校からなんか知らんけど、学校は中学校かな、知らんけれども、その学校の地域社会の大人たちがポニーテールはダメだとかいうような感じで学校側にガンガン言うわけですよ。でその全部が全部っていうわけじゃなくって、もそのなんだ最近よく言われてる正義マンとかなんかですかね、ああいう感じの人たちがもう学校にじゃんじゃかじゃんじゃかクレームの電話かけてくるわけですよ。そうすると学校側としても仕方ないから、もうそういうね、トラブルになるのは嫌だからっていうことで、そういうのはやめましょうというような感じでやるわけですよね。おかしいというふうにやっぱなるわけですよ。でもその地域その地域の特色みたいなものが校則には出てきたりしますね。学校が決めてるんじゃないんです。周りの大人たちが決めるんですよ、うん、地域社会の大人たちが決めるんですよ。だからどうなってたかっていうと、私が働いていた高校なんかではですね、まあ、全くと言っていいほど校則がなかったんですよ。ところがそれでそのひどい状況がずっと起きていたもんですから、何かっていうと、まあ、例えば万引きとかですね、私が働いているのは女子校でしたから、まあ、女子校、男の子の場合には暴力沙汰っていうのがまあ主ですね、男の子たちは。で女の子たちのその場合にはもう万引きが主です、はい、これはもう男と女で違うなっていうところなんですけども、で、万引きをよくやるっていうようなことでですね、もう私の教え子たちっていうのがですね、私が働いていた高校の生徒たちっていうのが、まあ、お店とかに入ったりすると店員さんがずっと後ろをついて回るわけですよ。あそこの高校の生徒だっていうようなことですね。だからもう嫌だっていうようなことをずっと言ってきていたので、もう厳しく取り締まるようにしようっていうようなことで、もうとにかく悪いことをやる連中を徹底的にその更生させるっていうようなことで、校則を厳しくしながら、そういうのに引っかかっていく子たちっていうのをどんどん定額処分とかにしていました、うん。でもうちょっと言うと、まあカラオケボックスとかああいうところに行ってとっつかまる子たちなんですけど、ね、私が働いていたような学校とかではその偏差値低かったから、頭が弱かったから制服着たまんまでカラオケボックス行くわけですよ。そうすると学校の先生たちっていうのはその生徒の顔名前全部覚えてませんから、私服を着ていたら絶対にね分かんないんですけど、制服着ていくもんだからとっ捕まるわけですよ。それで例えば明善高校の生徒とかはもう頭がいいわけですから、まあ
あの駅のところのコインロッカーとかに私服を入れておいて、で学校帰りに駅前のところのトイレで着替えて、それで、カラオケボックスに行くとかいうことをやってたわけですね、彼なんかですね。頭のいい子、頭の悪い子でそういうのがあって、で歩道競技会の時に集まった各高校 の生活指導部の先生方を見ると、その集まってない高校もあるわけですよ。で面白かったのが、そのある高校の先生が、偏差値50未満の学校中のは生活指導部が必要なんだよねと、で偏差値50以上の高校中のはこういうところには集まらないよねっていうことでですね、おっしゃってやったのが、なるほどなと思ってその時に話聞いてましたけどですね。はい、ということでですね、まあ、あの校則とかに関しても私の方は非常に詳しいですから、何かあったらもう私の方にあのお問い合わせメールとかでもいいです、あるいはそのコメントの方でもいいですから、なんか分かんないことがあったらいろいろ聞いてみてください。もうめちゃめちゃですね、そこら辺は詳しいですので、どうしたらいいかっていうことですね。はい、ということで、まあ、退学になる場合したら、大概その警察にとっつかまるような、そういうふうなちょっとやばいことをやった場合はですね、さすがにこれは退学になります。だから警察に捕まらないような、要するにその 法律に違反するようなことでなければ、基本的にはその退学になるっていうようなことはまあないんですよね。法律に反するようなことをやったっていう場合は、さすがにこれは退学処分になることはありえますので、そこは気をつけましょうということですね。はい、ということで、まあ定額に関してもまあいろいろあります。あの定額1週間とか定額1ヶ月とかまあいろいろありますので、さっき前の動画でも挙げたように、その総出席日数の3分の1から、まあ、下手したら厳しい高校では4分の1の欠席だけでもうそれで進級できなくなったりしますから、そんな定額1ヶ月とかいうふうになったりするとですね、もう定額の期間だけその学校に来れないわけですから、それだけ留年がもう決まりつつあるわけですよね。留年が決まると退学してしまうので、学校側は今ですね、あの生徒を退学させるということがもう基本的に法律上難しくなっているので、そうやって無理やり定額して出席日数を削って、そして留年に持ち込ませるわけですよ。で留年が決まるとほとんどの高校生は学校を辞めちゃうんですよね。だからここが厳しいところです、はい、ここが厳しいところ。だからそういうふうに学校の方は退学できないから、わざと留年させる、わざと退学せざるを得ない状況に追い込んでいく、そういう定額を乱発するっていうようなことも中にはあります。だから学校によっていろいろですからですね、そこら辺は十分注意をして高校をに通ってくださいねということですね。はい、いいですか。だからもう本当にあの立ちの悪い高校の先生とかも、必ずどこの高校にも1人か2人はね、立ちの悪い高校の先生っているんですよ。でその先生が立ちが悪いとも限らないわけで、そのたまたまあなたとその先生の相性が悪いっちゅう場合もあるんですよね。相性が悪いと、なんか知らんけども、その立ちの悪い先生と言われているその先生のなんか神経を逆なでしてしまうようなタイプの生徒っているんですよ。である生徒なんだけれども、なんだろうな、背の小さな男の子だったんですよね。背の小さな男の子でその立ちの悪い先生たちって結構長身の背の高い先生たちがいて、で背が低いから、こう顔を、先生の顔を見るためにこう顔を上げればいいんだけど、顎を引いたままその先生の顔を見るもんだから、上目遣いでこう見ちゃうわけですよね。なんだこいつはみたいな感じで、その先生たちからは、こいつ上目遣いで見やがって、ふざけるなみたいな感じで、もういつもいつもなんか睨まれてるんですよっていうふうにその子は言ってましたけどですね、もう背が低いもんだからですね、もう上目遣いでこう見てたみたいで、顎引いた状態でこう相手を見るもんだからですね、いつも上目遣いになってて、目つきが悪いだとか気に入らんとかいう感じで叩かれていたとかいう感じで言ってましたけどですね、はい、そういったことは結構あったりします。まあ気をつけましょうねということです。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。聞いていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで以上です。